はい、皆さんこんにちは。いつも清水真一パティシエチャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日は大人気のシフォンケーキのシリーズの中で、リクエストをいただいておりました、米粉を使ったココアのシフォンケーキを作っていこうと思います。米粉を使うことで小麦粉のアレルギーの、お子様にも召し上がっていただけるシフォンケーキです。ぜひ皆さん作ってみてください。はい、今日、シフォンケーキに使う型ですけれども、いつもシフォンケーキを焼くときと同じ型です。こういったセパレートタイプのシフォン型使っていきます。直径が17センチで、深さが 7.5 センチのシフォンケーキの型です。ではまず最初に粉をふるっていきます。まず米粉の中にココアパウダー、それからベーキングパウダーです。これを振る前に小さなホイッパーを使ってよく混ぜておきます。振る前に混ぜることでダマができにくくなりますので、まあ少し手間ですけども混ぜておきます。これをふるにかけます。はい、それでは卵黄を泡立てていきます。まず最初に卵黄をしっかりとほぐして、で卵黄がほぐれたらグラニュー糖を一気に加えて泡立てていきます。卵黄が白っぽくなるまでしっかりと泡立ててください。はい、だいぶ卵黄の色が白っぽくなってもったりとしてきました。はい、このぐらいの状態になるまでしっかりと卵黄を泡立てます。続いてメレンゲを立てていきます。でメレンゲを立てるときですけれども、卵黄を立てた後に同じワイヤーを使う場合は、洗剤を使って、しっかりと洗ってください。少しでも油分とか、異物が入っているとメレンゲの立ちが悪くなってしまいますので、しっかりと洗浄したものを使っていきます。ではまず卵黄をほぐします。高速でほぐします。ワイヤーに卵白が絡まってきてスーッとほどけていくまで高速で回します。はい、そしたら、メレンゲに入れるグラニュー糖、メレンゲのグラニュー糖 40g ですけれども、 40g のうち一つまみだけ砂糖を入れて中高速で卵白が分離してくるまで泡立てていきます。このチャンネルのお菓子作りを普段ご覧になっている方たちはもうおなじみだと思いますけれども、少し普通のメレンゲの立て方とは違います。最初にほんの少しの一つまみだけの砂糖を加えて卵白が分離してくるまで泡立ててから、中速に落として残りの砂糖を加えて立てることで、しっかりとした目の細かい泡の消えづらいメレンゲを作ることができます。初めてご覧になる方は少しびっくりされるかもしれませんけれども、ぜひこのメレンゲの立て方をマスターしてください。卵白が雲のようにもこもことしてきました。一度ちょっと止めてどんな状態か見てみます。
このボールの縁を見ていただくと分かるんですけれども、少し卵白が分離っぽくなっているのがお分かりいただけると思います。でこの状態までしっかりと立ててください。そしたら先ほどまでは中高速で立てていましたけれども、1段階落として中速にしてください。でここに残りの砂糖を全て加えます。ミキサーのダイヤルの速度を中速に1段階落とすには理由があって、ずっと強い力で立てた方が時間的には短い時間でメレンゲが立ちますが、目の粗いメレンゲができてしまうんですね。なので少し時間はかかってしまいますけれども、中速に落として少し弱い力でメレンゲを立ててあげることで、より目の細かい、キメの整ったメレンゲが出来上がります。メレンゲ全体にツヤが出てきて、綺麗なメレンゲが出来上がってきます。はい、ピンと角の立つしっかりとしたメレンゲができました。はい、では生地を合わせていきます。まず今泡立てたメレンゲですけれども、今一度手持ちのホイッパーで目を整えるように立て直してください。そしたら、あらかじめ立てておいた卵黄をメレンゲの中に加えていきます。通常ここではここの時点で卵黄を立てるときに、水分それから油分を加えていきますけれども、このチャンネルでは違う作り方を皆さんに伝授しています。卵黄が卵白の中に入ったらホイッパーを使って混ぜていきます。そしたらゴムベラに持ち替えて優しくボウルの底から生地を持ち上げるような感じで、ゴムベラを持っている手の手首を返しながら生地を合わせます。続いてあらかじめふるっておいた米粉、ココアパウダー、ベーキングパウダーを合わせていきます。メレンゲの立て方とあとはこの時の粉合わせの仕方でほぼほぼシフォンケーキの出来栄えが決まってしまいますので、ゴムベラを縦に使ってボールの真ん中を通して手首を返しながら生地を合わせていってください。でココアは吸水性がありますから、あまりもたもたしてしまうとダマができてしまうので注意してください。この時点ではこのぐらいの硬さの生地です。はい、ではこちらに水、それから大白のごま油です。皆さんこの作り方をすると驚かれますけれども、通常水もしくは牛乳またはそして油ですねは卵黄の方に加えて泡立てて、いきますけれども、今ここでは生地の最後にメレンゲと、卵黄それから粉合わせをした最後に水分と油分を加えました。こうすることで生地の、卵黄の立ち上がりも補助することができますし、出来上がりの生地のダメージも、防ぐことができます。出来上がった生地の硬さはこんな感じです。はい、では出来上がった生地を型に流し込んでいきます。
それではこれを180度に予熱をしたオーブンで焼いていきます。はい、180度のオーブンで25分で焼き上がりました。焼き上がったらすぐにひっくり返して冷まします。はい、では粗熱が取れましたのでシフォンケーキを型から外していきます。まずペティナイフを使って、型とケーキの間に刃を入れて外していきます。はい、一周させたら今度は真ん中の煙突の方も、煙突の壁に沿ってペティナイフの刃を入れてください。そうするとこのようにケーキがシフォンケーキが外れます。そしたら続いて底ですね。底もペティナイフの刃を、下に向けた状態で、先端は煙突まで到達するように一周させていきます。はい、このようにきれいに型から抜けました。はい、今日は米粉を使ったココアのシフォンケーキを作ってきました。非常にふわふわ、まあ、ふわふわというかもうシュワシュワです。切るときにもう泡が消えるようなシュワ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 っていう音がするぐらい柔らかいシフォンケーキです。ぜひ皆さん作ってみてください。はい、今日も皆さん最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。面白いな、勉強になったなっていう方、ぜひいいねボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。さらにお菓子作りを勉強したいという方にはホームペストリーというオンラインサロンの案内もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。